ウォーホールが人気がある理由は実は僕はよくわかんなくてですね、うん、ちょっとさっきの200何億は、まあ、いくらなんでも高すぎると思っていて、うん、あの、そこまでの人かなっていうのはよくわかんないんですけど、うん、さっき買ってきたんですけど、うん、あの、とらわれない言葉アンディ・ウォーホールっていう、うん、ウォーホールの発言集があってですね、うんうん、えー、 あ要するに、ウォーホールって人はね、あのはぐらかすんですよね。はい,はいはいはい。食えない人ですよウォーホールの生涯振り返るとあの、かなり若い時に成功してイラストレーターとして、うん、で大金持ちになってですねで、えー、セレブをたくさん呼んでですね、うん、毎晩パーティー開いてですね、 な,なんか全然私共感できないんですね。<laughs> ウォーホールのような人生を送りたいって全然思わないんですね。うん、やっぱり画家っていうのは貧乏な方が良くないですかゴッホみたいなね。ゴッホとかセザンヌとかもう死ぬ間際まで有名になれなくて、ずっと貧乏だったっていう画家の方がいいじゃないですか。うん、ああ、なんか共感はしますよね。ウォーホールは金持ちになってしまってて、うん、生涯お金にものすごくこだわった人で、うん あの金持ちになることをずっと目指してた人ですし、うんうん、なんかちょっととっつきにくそうな人なんですけど手元に発言集があるんですけど、うん、あのはぐらかすんですね「芸術なんてその場しのぎでどうにかなるものなんだ」うん、とかですね。 僕は自分の絵で人に物の見方や感じ方を教えようとしているとかそういうわけじゃない。うん。教育的な要素は全くないんだ。うん。とかですね。はい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 。なんかね、多分本音は違うんだと思うんですけど、うん。あのー、この作品にどういう意味があるんですかとか聞くじゃないですか、うん、新聞記者ャーはいはいはい、はい、うはぐらかすんですね。うん。で、そこが、 人気がある理由なのかな<ー>とも思ったり。正解を言わないということそうそうそう。うん、あの、いや、この作品は実はあのこういう思いを込めてるんです、私は、みたいなことを、とうとうと述べないところがうん、うん、逆に、あの、多くの人の人気を集める理由になったのかなとも思ったりします。あで、私、ウォーホルの人生を振り返って全然共感できないんですけど、はいはい、共感できるところはあって、うん その一つは、あの、この人、死にすごくこだわってるんです、ね、は,いはいはいはい。死をテーマにした作品をたくさん作ってて。ですの死ですね。そうです。あの、頭蓋骨を作品にしたり、うんうん、あるいは、あのー、なんだ、飛び降り自殺の瞬間を捉えた新聞の写真だと思うんですけど、うんうん、それをアートにしたり、 交通事故でたくさん人が死んだ現場の写真をアートにしたり、りたあ電気椅子も有名ですね。死にすごくこだわっていてあの、死をテーマにした作品をたくさん残してます。で、まあ、これもあの、宮下先生に言われて、えーあ、そう言われればそうですねと思ったんですけど、他にいないんですよ。有名なアーティストで、これだけ死を テーマにした作品をたくさん残してる人って思いつかないでしょ、うん、そうですね。まあピカソの「ゲルニカ」がありますけど、うん、実はあの、うん、死体とかですね人の死とかですね、うん、あの骸骨とかですねそういうものを作品にしてる人って実はあんまりいないんですね。でもウォーホールはその、まあ、こういう言葉を残してます。 死のシリーズを制作するのに何か深淵なテーマを持っているかと言われてもそんなものはない。うん、死んだ人は時代の犠牲者でもないしね、うん、理由づけなんて何にもない、薄っぺらいものなんだよ。<laughs> って言ってんですね。うん、な,なんかね、はぐらかすんですね。んそんなはずないと思うんですよね。こんだけ死にこだわってるんだから多分自分が死んだらどうなるんだろうとかいうことをずっと考え続けた。 人なんだと思うんですけどそれを言うは変論んですね一回殺されかけてますしねあそうですね撃、うん、たれてねそう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 なんか心臓が一回止まったのかなそう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 ,うんでなんかスタッフがそいつはものすごい有名人だから頑張って生き返らせろって叫んだらしいですまあそういうねいろいろと食えないところのある人ですよねなんかうん、うん だからこうやっぱどうしてもこうなんかあるに違いないってみんな必死に。であの間口はせあの低いですよね敷居は低くてなんか割と。あまあ、うん、とっつきやすいですよね。面白いですしね、うんあの。展覧会に行ってもなんか風船がいっぱい飛んでたりとかですね。うん、あの面白い展覧会ですよね、うん、ウォーホール展というのは。だからまあピカソとかだとちょっとあの子供泣いちゃうかもしれないんだけれど。あの えーね、えウォーホルだったら割となんかお祭り騒ぎみたいでみんなけ子供も喜ぶかもっていうのはありますよねそう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 ,うん日常のなんかその辺のなんだラーメンの袋とかですな、ね、レ、はい、トルトカレーの箱とかですな、ねうん、そんなもん実はアートなんじゃないの、うん、っていう価値観の転換うん、うん、問題意識を提示したっていうところはやっぱ歴史的に評価されていいんじゃないかなと思いますね。うん そうですね。最近日本では割とあのトップクラスの画家たちのあの村上隆とかもやっぱこの人の系譜上にあるなって感じはしますよね。なんかこう。そうなんですか。えー、なんかこう、いや要するになんかなんだろう。いわゆる商業美術的なものをなんか作品に取り入れて、あのアニメ的な絵の塗り方とかね。なんかこの、ちょっと、うん、いわゆる伝統的な絵の、あの、 油絵,絵画の描き方とは違うところからアプローチしてるっていうのはやっぱウォー,ールが出発点なのかなとかって思ったり。うん、というようなことをグダグダしゃべればいいと思うんですよ美術館に来て、うんうん、こんな3億円もかけ上がってって文句言うんじゃなくて <laughs>、まあ、だから、うん、なんでこれなんでこんな箱が何億円結んねんという話をですね美術館に来てくっちゃべりゃいいんじゃないですかね。 そんあのー、で、うん、えっとねさっき言ったあの、うん、ウォーホールとかポップアートなんて子供にはわからないっていう意見が県民説明会で出たんですけど、うん、この子供にはわからないっていう言い方が子供に失礼であるというのが一つと、うん、もう一つ言うと例えばドストエフスキーは子供にわかりますかということなんですよ。あるいは ヘミングウェイでもいいですけど、うん、あのこ、子供には分かんないですよね。罪と罰の。うん、小学生は無理ですよね。私、うん、罪と罰読んだの中学生の時ですけど、小学校の時に読んでも分かんないでしょうね。うん、中二、中三ぐらいの自我のに目覚めた時に読んで初めてわかる小説で、うんで だからある程度の経験がいるんですね。ど、はい、ステウスキーを理解するには、うんで。今読むとまた多分違う感想を抱くでしょうし、うん、であの読書と一緒で、うん、やっぱアートを鑑賞するというのもそれなりに経験を積み勉強して、うんうん、立ち向かわないとできないものなんだろうと思うんです。子供には確かに分かんないかも。ただこあの ドストエフスキーと違ってうん、うん、アートはまあとりあえず行ってみることはできるわけでそれをあの子供にはわからないというような乱暴な言葉で否定するのは、うん、私はちょっとそれは違うんじゃないかなと思っています。うんうん、今県民の意見としてはどういう風な流れになってるんですかもう、ね、賛否が分かれてますね、うんあの その、県民の、その、えー、説明会の記録を見てもですね、うんえー、そういう無駄な金使いやがって的な意見もいっぱい出るんですけど、あ、その、3もある一応私がね、うん、米子でずっと聞いてた時に非常に印象に残ったのがですね、最後の方で若い女性が発言してですね、うんうん、覚えてる範囲で言いますと、ある女性が、うん あのこう発言しました、うん、あのウォーホールがわからないとかいうそういう声が出るのはそれは鳥取県がアートの教育をサボってきたツケであるとああなるほど私はもうウォーホールが来るのとても嬉しくて、うん、見るのを楽しみにしています、うん、応援しています、うん、っていう発言があってですねはいはいはい 真逆, <laughs> 真逆の、なんかこういう発言も出るってところが、うん、なんかいいなと思ってですね。うん、あの、だ両方の意見があるのが現状だと思います。ウォ、うん、ーホルが来る、素晴らしいっていうのと、うん、あの、こんなもんね、3億円も使いやがってっていう声と、両方ありますあの。まさに賛否があります。 逆にだから私がさっき言ったみたいに今なんでウォーホールっていう風な感じの意見は今なんでウォーホールつまりあのだから普通に考えたらあのウォーホールはそれは確かに人気があって俺も好きだけどでもなんで鳥取でわざわざ買うのっていうのが多分あのウォーホールが好きな人でも。 あのそこに住んでる人だったら思う可能性もあるかなと思ったりはしますけどねだから地方美術館って何だろうっていう話もなってるああそうそうそう、うん、であのなんでウォーホールっていうなんで鳥取県がウォーホールなんだっていう疑問は当然出ると思ってですねそういう質問も出るんですようん、うん、であの鳥取県立美術館頑張ってほしいんですけど、うん、それでもねやっぱちょっと疑問に思っていることが <で>うん、それはあの作品の収集方針です。どういう作品を集めるんですかうん、うん、っていうことですけどねえ,ーえー、えっとねまず鳥取県の美術、うん、鳥取県ゆかりの作家のねはい、はい、これはまあどこの県立美術館でもあのこうなんですけど。うん もう一つが国内外の優れた美術うん、うん、それから同時代の美術の動向を示す作品、うん、ってんですよすごい漠然としてるでしょいやなんかそれだったら何でもいいんじゃない<う> <laughs> 何でもいいんですよ <laughs>、うん、であの担当の学芸員さん曰くそもそも作品が少ないのでまだあまり狭めずにいろいろ集めたいと、うん、で集めていくうちに、うん、まあ ずっ,とずっと未来までえ永遠に長々と続く事業なので美術館というのはそのうち何か見えてくるだろうと今は、うん、あ,のあんまり狭めずに、うん、いろんな優れた作品を集めていきたいっていうふうにおっしゃってんですけどそれはちょっとどうなんかなと思って。うん でお隣の島根県立美術館は一、うん、つは水をテーマにした作品を集めていて宍道湖沿いにあるので水の都とかいう点ですね松江市は。これもちょっと賛否あるかもしれませんけど、うん、まあまあテーマですよね。うん、あであと、あのー、浮世絵版画を。 一生懸命集めていて、うん、葛飾北斎の非常に優れたコレクションがあるんですけど、うん、とかあの、うん、えっと「ミレー」で有名なのが山梨県立美術館ですよね。山梨県立美術館に行けばミレーが見れるっていう、うん、非常にあ,あ,そあそこも成功した美術館だと思うんですけど。うんうん そういいいううテーマを作った方がいいと思うんですよ私はどう考えね。で、うん、せっかくウォーホルがこれだけ話題になったんだから、うん、もうアメリカのポップアートに焦点を絞るとかですね、うんうん、すればいいのにと思うんですけど、うん、あのー、こういう国内外の優れた美術という暴漠とした、うんうん、なんかこう。 もうちょっと絞ったほうがいいんじゃないかなと思わざるを得ないテーマを掲げてます。うん、そこはね、うん、ちょっとだからあの言ったら悪いですけれどそんなになんかこう,う潤沢なお予算があるわけでもないだろうにそんなにそこまで漠然としてたら、はい、いつまでたっても固まらないんじゃないですか。ら 山梨が優れているのはあ,のあそこに行こうと思う一つのテーマがあるわけですよ。でやっぱ、うん、あの各都道府県にも公立美術館ありますから、うん、そこに行けばこれが見れるっていう何かテーマうん、うん、目玉があった方がいいと思うんですよね。うんで なんか近代なら近代、うん、現代なら現代、中世なら中世、あるいはイギリスとかですね、うん、イタリアとかですね、アメリカとかですねな。なんかテーマを絞った方が客を呼びやすいのではないか。それでなくても、すごく遠いところにできるので、鳥取市から、うん。 車で1時間ぐらいですかね。えぇ、ー。倉吉市って前も言いましたけど、とどっからも遠いんですよ。<laughs> 東京や、東京からだとまあ飛行機で鳥取空港に降りて、はいはい、そっからどうやって行くのかな。うん、バスかなんか出るのかな。1>, うん、1時間ぐらいかかりますわ。うん、なので、わざわざそこまで行く理由を 美術館としては示すべきだと思いますから、うん、ウォーホールのブリロの箱は目玉の一つになるかもしれませんけど、うん、ブリロの箱しかないのであればですね <laughs> なかなか難しいので、うん、だから、えー、こっから先は学芸員の方の腕の見せどころなんでしょうけど、うん、どう見せていくかですよね。ですよね。美術の歴史の中でウォーホールってのがどういう。 意味があっどうん、うん、という位置づけがあってうん、うん、っていうのをきちんと展示で見せていかないと、うん、あーあーブリルの箱があるですねそれだけで終わってしまうとちょっとそれはよろしくないし人が来ないだろうと思うので、うん、ぜひちょっと遠いけど行ってみようと思うような展示を工夫してほしいですね。くだれさんが聞いたその先生は何か助言のようなことを言ってらっしゃらなかったんですか あ行言ってなかったな <laughs> みんな共通の悩みなんですかね,ね地方の美術館ってまた、ね、あ,あのー、なんかさっき検索したらちょっと出てきたんですけど、うん、コロナで大変みたいですね美術館ってですよ、うん、あ<の>目玉のなんか大規模展をやろうと思ったら3日で終わっちゃったとかね結構泣,けに泣くに泣けない話よくありましたよねなんか、うん、はいあのー、あ<っ>だいぶ 海外ではあのコロナ危機で経営難になって、うんうん、作品をもう売り払うという動きがあるらしいですね。<ー>こ最近まで僕も知りませんでしたけど。うん、で、ああ、それで鳥取県立美術館でもう一個話題になったのがあの平井知事がこの記事に書きましたけど、うんえー、投票したらどうだって言わはったんですね。 投票とは美術館に来た人に、うん、ブリドの箱を鳥取県が所有して展示するっていうことの是非、うんうん、賛成か反対か<ー>これを投票してもらったらどうだって、うん、あの会見で言うたんです。はいはい、でこれは、うん、あの担当学芸の方も、うん、宮下先生も強く批判してましたね、うん <laughs> あの担当学芸の方は、研究、うん、員の職員なので、うんうん、はっきりとは言わないんですけど、うん、いや、まあ、それはちょっとって <laughs>。<laughs> だって、その最初言ったように、うん、美術館というのは、うん、あの、 作品を後世に残すというのも大事な仕事なんですね。はいはいはい。で、これ賛成反対投票してですね、もし反対が上回ったらどうするんですか売るんですかまた。市場に出して。そんな美術館も信頼を失墜しますよ。ですよね。美術館ってあの、買うだけじゃなくて、あの、帰宅ってのがあるんですね。はいはい。ちょっと私この作品持ってるんだけども、持ちきれないので、でうんであの、美術館に帰宅して、 えー、で、美術館で飾ってもらうと。はいはいはい。いうのもあって、うん、でもそんな作品を売り払ってしまうような美術館に帰宅する人なんかいませんよ。ですよね。ねうん、ちょっとこの知事の発言は、うん、あの、アート関係の人は、うん、あの皆さん批判してます、うん。まあ、知事にしたら多分来る人は絶対賛成って入れるだろうなという目されてますまあ、まあうん、あの、その辺上手な知事さんなので、えー こう話題を提供するのがうまいというかですね、うん、まさか本当に売るわけはないと私も思いますわ。はいはい,はいはいはい。ただ、あの、賛成反対の投票をしてもらうことで、うんまあ、県民の関心を高める、うんうん、みたいなことでおっしゃったんだと思いますけども、<ー>あのー、だから、そういう問題提起をすることで、アドバルーンを上げることで、うん 関心を集めるという手法なんだろうなと、うん。ですね。うん、思ってますが、あのアート関係者からは批判の声が,上がりまた <laughs> んでしょうか、ね。<laughs> そういうな人気投票みたいなもんじゃないっていうことですもんね。アートから言えば、うん。だから逆にそのいくつくもの問題をちょっとこの話っていうのはなかなかあの議論しやすいところではあるけれど、まあなかなか結論が出にくい。 さっこの間の小学校の話もそうですけれども、な、ま、かなか難しい問題をはらんでる話ですよね。まあ、つまり、アートのお値段ってどうなんだろうと、それをえらあのあの収集することの是非、そしてあの地方の美術館の役割って、主にこの3つかな、やっぱりこうなんか。美術館のこれは日経の記事か。うん、美術館、博物館の6割。 収入が6割減だそうです<ー>小さいところは閉館する危機にあると。であの私も新聞記者なので、えー、アート評論家ではないのでえっ、ー、とそういう県民の目線に立ちたいなと思っていてですね、えー、とも思っていて、えー、鳥取県がそんな潤沢にお金があるかって話なんですけど、えー、確かに。 財政に詳しいです財政そんな詳しくない。まあ,あの、市役所の予算とかは、は県の予算とかはね、記事書きましたけどね。僕もね、うん、財政は苦手で、苦手でっていうか、えーあの、新聞記者になって長いんですけど、うん、この財政の問題っていまだによく分かんなくてですね、うん、なんで日本の財政は破綻しないんですか。<laughs> <laughs> 今、これ、手元に鳥取県の資料があるんですけど、はい,はいはいはい。えー ちょ,ちょっと古い数字でありますが、うん、3500億円ぐらい、検査残高、検査というん、ってのは借金ですね、検査、はい、残高があると、うん、3500億円、うん、返さなきゃいかんわけですよ、借金なんだからうん、うんで。財政の指数も手元にあって。 でその借金がどれくらいしんどいかっていうのを記すのが実質交際費比率ってうんですけど、うん、これが全国20位<ー>よ,よい方から20位なので、はい、1>, 1位は東京都ですねビリが北海道か<ー>、えーまあ、だからものすごく悪いわけじゃないんですけど鳥取県は、うん、とはいえ、うん、まあ日本中で悪いわけですわです、ね、財政というのは。うん でそのお金が回らなくなって公立美術館が破綻してしまうということもありえないことではない。破綻しそうになったら多分真っ先に狙われるのはいいですよね。なので鳥取県立美術館はあの民間に委託しますという手法は取るんですけど、うん、とはいえ。 あの客が来なかったらですね、うん、あの経営が破綻してしまうということはありえないことではなくてそこはだから官民で一生懸命やっていかなきゃいけないという問題意識は県も県民もそれなりに持ってます。うんうん、でお金ないののに3億円のオー,ホール買うんですかっていう議論はあのまああるでしょうな。うん でも、とはいえ、なんか、いい作品買わないと美術館っていうのも、確かに、うん。やっていけないわけで、うん。だから、多分この議論ってのはずっと続くんでしょう。 ただまあ、あの、美術の世界の今までの流れを見ると、議論を読んじゃったもんっていうのは絶対に人が来るので、ある意味初動は保証されたとは言えるんですけど。良 <laughs> かったんじゃないですかね。うん、こ,うこういう話題になったのを変えって。うん、で、あのー、宮下先生もおっしゃってましたけど、うん、ウォーホルは多分天国で喜んでるんですよ。<laughs> この大騒ぎを。そうですね。うんうん だから、まあ、むしろそのあとですよね、これから先どうするんですかって話ですよね。あそうですね、うん、あの公立美術館はどこもできた最初の年ってたくさん人来るんですけど、2>, 2年目、3年目でやっぱ人減ってくんですね、うどうしても。継続的に人を呼ぶ方策、うん、お金がない中で人を呼ぶ方策ってのをやっぱ。 考えていかなきゃいけないし、うん、あのコロナは本当に大変だったと思いますし、えーえー、だから、まあ、この放送聞いてくださってる人何人いるか知りませんけども、うん、まあせっかくだから美術館にたまには足を運んでみてはいかがでしょうかって。 思いますそうですねなんか綺麗な絵を漠然と見に行くってよりはちょっと考える場としての美術館っていうことですかね。で学芸員の方もやっぱちょっと攻めてほしいというか、うん、あのよくわからんなこの美術作品っていうままその美術館に入って出て。 ではなくやっぱりあの、うん、学芸員の方に解説してもらうと全然違うのでより積極的に、うん、あの来館者なり、うん、県民市民と、うん、あのお話をしていく努力が 今後より求められるんだろうなと思って、うん、なかなか大変な時代だなと思います,すね。だから最近あのさっきあの子供に分かるかどうかって話ありましたけど最近美術館行くと子か子供をいっぱい引き連れてきて学芸員の人がなんか説明しながら見せるっていうのよよくありますよねあそうですね。うん、であこれもあの宮下先生おっしゃってたんで、うん、私もそう思うんですが日本の美術教育って、うん 絵の描き方とか、工作の仕方とかを教えるけど、うん、アートの鑑賞の仕方って教えてこなかったんですよ。はい,はいはいはい。私もそんな教育を受けた記憶ないです。うん、あの絵は描きましたし、うん、工作もしましたけど、うん、美術館に行って、あの、絵を見る、絵を鑑賞するという機会は、小中高となかったです。ですね。うんうん、であの、美術館って多分そういう役割も果たすので、うん えー、でまあせっかくできるんですから、うん、美術館がやっぱちっちゃい時からですね、うん、どんどん行けばいいと思うんですね、うん、子供にはわからないとか言わないでですね、うん、そんなこと子供が決めればいいことで大人が余計なこと言わないでほしいんですよ死、えー、の子の言わずにね美術館に行きゃいいんですよ、うん、できるんだからっていうあのー、なんかこう県民にも応援 されるような美術館になってほしいなと。最近だから、あの地方で割とそのなんですか、瀬戸芸みたいな感じで、なんか現代美術展を地方で開いて。それは結構なんかこう、美術ファンが来るってより、なんかこう。カップルとか親子連れとかが来て、結構子供をキャッキャ言って喜んでますよね。そなんでいいんじゃないですかね、美術館ってねえ。うん。だ、割となんか大人が考えるみたい、構えるんではなくて、子供はもっと感性的になんかこう、楽しいって。 ね、捉えちゃうかもしれないですよね子供の時からしょっちゅう美術館に行ってることを行く機会がなかったこと、うん、やっぱ相当差が出ると思うんですよね。ですよね。うん、で美術館っていうのはやっぱ公立美術館っていうのは市民県民の財産なので,、うん、であの思い出しましたけどだいぶ前にあの製紙会社の。うん 社長だか会長だかが。はいはいはい。ゴッホとルノワールを買って。で、うん。私が死んだ時には棺桶に入れてほしいって言って。ひまわりだ。あ、ひまわりじゃないです。あれじゃなくて。ひまわりはあの。安田会場。安田会場ですね。あの、大昭和製紙の。ゴッホとルノワールを。買って。いや、これは。私が死んだら棺桶に入れてほしいって言って、品色を買った。ことがありましたけど。あの、ああいう。 それは言葉の綾だということらしいんですけどうん、うん、本当に燃やすわけないでしょみたいなことを後日別の役員の人が発言してますけどそういう何て言うのかな常識から外れた変なお金持ちから美術作品を守るのも公立美術館の役割なんですよと思うんですよ、私は。 で、あのー、ゴッホとルノワールは確か、海外に流出して行方不明になってんじゃなかったかな。<ー>そういうことになっちゃうんですね、民間に任せると。ひまわりの方は確かまだ東京で見れるんじゃないかな。あ,<ー>あの、損保ジャパンの美術館で。だけど、あのー、民間に渡るとそういう、うん、散逸してしまって行方不明になってしまうということも、 あると、うん、それを防ぐのも公立美術館の役割だということも理解した上で、うん、だからウォーホールが鳥取県の美術館にあるというのはですねこれはみんなで守っていきましょうよという気運になるといいなと思ってるんですけどね僕は。ですよね。<は>うん、えー、っともう一回おさらいですけど、えー、っと会館がいつでしたっけええ。2025年の春。はいはい もうじきですねですあと,、えー、と2年か、うん、2> はいですねだからまあとにかくあの死の頃は言わず行ってみようとちょっと遠いけどまあそれだけの価値はあるかもよってとこですよねまずは。<え>うん、であのなんかね美術館の前が広場かなんかになってて、うんえー、結構ね天気がいい時なんか、うん、ピクニック 半分ででけるよようななとこなんですよはいはいはい。うん、であの、なかなかいい,いい場所に作るなっていう感じなので、うんうん、元はラグビー場だったのかな。うん、で、えー、まあ、遠いんですけど、うん、あの地元はとても期待していますし、うんうん、まあでも行くの大変ですね。バスとかは出るんですかね。出るんですかね。うんうん いやな,なんかあの、まあまあ,あの、行きやすけりゃいいというものでもないし、苦労して、時間かけて、うん、<laughs> 行くのも、またそれも楽しいことなのかもしれませんので、アートファンの方は、ぜひ。そうですね、瀬戸芸なんかいつも行くの大変ですからね。 まあそういう意味ではそれも含めてアートのまあ巡礼するような大変なところにあるっていうのも一つの醍醐味っていうことですかね。うん、まあそういうことで言うと、えー、まあ一つさっきあのおじいさんの話の言でちょっと引っかかってましたけどその美術館はザつまりあの箱物ではないということですよね。うん、まあ箱こっちゃ箱なんですけど、うん、作品どっかに置いとかないと見,、うん、見れませんので。うん でか昔のイタリアの美術なんかは多分美術館にあるよりは教会とかにあった方がいいんでしょうけどね。うんうん、あなるほどでもまあどっかに展示してどっかに保存しなきゃいけないので、うん、美術館というのは必要なんでしょうね。うんうん まあ、ニュートラルにその作品に対峙できるっていう意味ではまあ,あの色のついた場所よりはいいかもしれないそういう意味での箱っていうことなんでしょうねおそらくはまあ箱箱って箱なんですけど、うん、それ言い出したらだから図書館だって箱だし大学だって箱だしうん、うん、ミュージックホールだって箱なわけであの役に 立つ箱かあるいは、うん、あの無駄な箱かというのはだからこ、はい、これから決まっていくことなんでしょう学芸員の方が一生懸命展示に工夫されて、うん、であのアートファンの人や県民がたくさん訪れる美術館になればそれはもう無駄な箱でも全然何でもなくてみんなの財産になるわけで。うん ああだからい一回一回その展覧会ってものにこうウォッチしつつだから今後どう運営されていくかっていうのをこう見極めながらやっていくのってのが一つのこの美術に対するあの地元住民としても我々としてもアプローチの仕方っていうことなんですかねそうそう思います、うん、無駄な箱ってありますよねでもね、うん、そうそうそうそれはそれは,それはああのバブルの時に、うん、あの自治体が温泉施設作ったりはい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  なんか遊園地作ったり、うん、テーマパーク作ったり。はいはい、なんであんなバカなことしてたんだと思いますよね。<laughs> だからバブルの頃にあの箱物という言い方ができて、あのまはホトケ仏作って魂入れず的な感じで、なんかこう、作っときゃいいだろう的な感じで、いっぱい作っちゃったと。まあ、それじゃダメですよと。だからそこから先、うん、そこで何を置いて何を見せるのかっていうことですよね、やっぱり原点に帰りますけれど。はい。うん そういう意味でまあちょっと今後もちょっと注目して我々外側の人間をまあとりあえずできたら行ってみようじゃないかっていうところですかね。はいまあ、公立美術館どこも苦しんでるみたいなんでね、うん、あの島根県立美術館もあの初年度すごく人来たんであそこも綺麗な美術館なんですけど、うん、初年度たくさん人来たみたいですけどやっぱ年を重ねるごとに来館者は減ってってでも。 おまけにこのコロナで本当あの美術館のところも大変みたいです、うんうん。だから逆に言うとこの観客とまあ言ったら美術館がどれだけ協力してあの知恵を出し合いながらやってくるかう結局は人だろうと思うんですけどね、うん、あのただ箱があって、うん、あの作品が並んでるという場所ではなくて、うん、あのその周りにいる人たちで支えていってこその美術館だろうと はいはい、僕は思っていますだからまあね鳥取の,の美術館もとりあえずあの適当に集めるっていうのもそれはちょっとさすがにあれだからもうちょっとね今後に関してはなんかあの来る人の反応を見ながら考えていってほしいなという感じはしますよねそう思います、うん、じゃあ,まあ今後もちょっと一応きあの注目したいということで本日はどうもありがとうございました、はいはい、ありがとうございました、えー、最後まで聞いていただきましてありがとうございました よろしければですね、チャンネル登録、そして高評価の方、よろしくお願いします。朝日新聞の神田大樹でした。